ハビアバレンティンは、プエルトリコジチレンポーク、マナティ出身の元プロ野球選手。宇藤ダ・ア兄のホセも元メジャーリーガーである。1993年の MLB ドラフトで、ミネソタツインズから3巡名指名を受け、プロ入り。1997年9月13日のテキサス・レンジャーズ戦で、メジャーデビュー。2002年11月15日にマット・イートマン。 ゲイリー・オークスとのトレードでマット・キニーと共に、ミルウォーキー・ブリワーズへ移籍。2003年3月24日に、ジェイソン・コンティとのトレードで、タンパベイ・デビル・レイズに移籍。翌2004年から、シンシナキ・レッツへ移籍。2005年に76試合の出場ながら、14、本塁打、50打点、長打率、520をマーク。2009年2月3日、 ワシントン・ナショナルズとマイナー契約も3月下旬に解雇。その後5月にニューヨーク・メッツとマイナー契約を交わすがこちらも1ヶ月で解雇されてしまった。パンチ力のある打撃力を活かしての大打起用が多くたまに一類を守ることもあった。ありがとうございます。